こんばんは、キリュウです。ラットです。ウデース。歴史はエンターテインメント、かしまし歴史チャンネルへようこそ。<laughs> <laughs> 今日はね、野長さんが亡くなってしまった後、うん、誰が織田家の後を継ぐべきなのかという問題を織田の重臣たちが清洲城に集まって相談した清洲会議についてお話ししたいと思います。 イオス会議は三谷さんの映画でなんとなくその言葉は覚えてますがあの時は歴史に全然興味がなかったので見てません。見てないのか <laughs> 今聞いてあっあったなちょっとこのあとットフリックスとかフールで探して見てみようかなってちょっと思ってます。<laughs> じゃあ、ぜひね、今日のこの解説を聞いた後で見るとね、三谷さんの清須会議がよくわかると思いますので、ぜひ見てください。<laughs> <laughs> 嫡男で,、ね、であり織田家の家督を継いでいた織田信忠まで死んでしまったわけなんで織田家の重臣たちとしては早急に後継を決めなななきゃならなかったんですよね。そこで山崎の戦いで明智光秀に勝利した後の天正10年6月27日柴田勝家羽柴秀吉庭長秀池田恒興の4人の重臣たちが清洲城へ集まりまして次の跡継ぎを誰にするのかという会議を開いたんです ね、これが清洲会議と呼ばれるものです。一応ね、織田の重心としては滝川一門もいるんですけど、この時ね、北条氏と戦ってそれで負けて敗走の途中だったもんで清洲会議には参加しておりません。なんかね、秀吉とか庭田長秀も柴田勝家が清洲に来るまでは会議始めずに待ってたんですけど、勝頼が来たらすぐに会議始めちゃって滝川一門は待たなかったんですよね。 川さんんかすすぎるんですけど <laughs> なんか多分ね信長さんの敵討ちである明智討伐に参加できなかった上にせっかくさ武田から奪って織田の領地になってた上野を失ったっていうのでこの時点で織田家重臣たちの中で滝川一真さんんの地位ががかなり下っっちゃってたんでしょうねそれでまあ秀吉とか庭長秀なんかも「滝川待たなくていいか」って思ったんじゃないでしょうかね。 そんな感じでね、柴田勝家、橋場秀吉、庭長秀、池田恒興の4人が集まって始まった清須会議なんですが、川澄太公記っていう軍記者の本によると、実は会議は4人だけで行われたんじゃなくて、織田の家臣一同の前で行われたんだ、となっております。柴田勝家がね、信長さんの三男である織田信孝を後押ししたのに対して、秀吉は織田信忠、長男の息子である三法師を後継ぎに押した。 ってうんですね、一応、ね、織田信忠はすでに織田家の家徳をもう継いでいたわけなので信忠の息子がその後を継ぐべきだっていうのは正論なんですよ。それで、ね、庭長秀や池田恒之もこれに賛成したんですが織田家の中でも一番の重心である柴田勝恵はこれに納得しませんでしたというのも三宝氏はこの時まだ三歳だったんでねそんな幼い子供に織田家の後を継がせるのは無理だって主張したんですねこれも最もな反論です 激論が交わされる中、秀吉がちょっと腹の具合が悪くなったって言って、席を外します。残った柴田勝家がなおもね、織田信孝を押そうとする中、庭長秀が、秀吉は、 毛利攻めの最中にもかかわらず信長様の死を知りやすぐさま戻って弔い合戦を成し遂げたでもあなたは尾田家で一番の兵を要しながら何もなさらなかったではないですかって言ったもんだから勝家もぐっと言葉に詰まっちゃったんですよね勝家が信長の弔い合戦に参加していないっていうのは家臣一同も知っている動かしがたい事実なんでねこれに対して秀吉は新谷長秀池田恒樹なんかは弔い合戦を戦って敵の明智光秀に勝利してるわけですからねなんでこういう しれたなくななっっちゃって仕方ないなって黙り込んだところへ秀吉が三方師を抱いて3歳の子供を抱いて登場したもんですから居並ぶ一同は三方師に「母」って平服したわけなんですが見てる家臣一同には柴田勝家とか庭長秀なんか重臣たちが秀吉に平服したように見えちゃったわけですよ。それ 秀吉が三法師の貢献役みたいな形で、これ以降ね、秀吉が信長様の後釜に座ることになったんだというのが、川澄大公記に書かれている内容です。おそらくね、多くの人がドラマなんかでこのシーンを見てたりして、これが清須会議の内容だって思ってるんじゃないかなと思います。さっきも言ったように、三谷さんのも一切見てないので、よくわかりません。<laughs> <laughs> まあ見てない知らない人は知らないということで、ね、ただ知ってる多くの人はそういうイメージ持ってるんじゃないかなと思うんですけれどもとりあえずねまず清洲会議が家臣ら全員集めて行われたっていうのはこの「川澄対抗記」だけに書かれた内容で一応ね最近の定説では柴田勝家羽柴秀吉庭長秀池田恒興の4人だけで行われたというのが定説通説になっております。 これはね、実は秀吉の手紙に書いてある内容なので、ほぼ間違いないと思うんですが、さらにね、この秀吉の手紙によると、織田家の家督を誰が継ぐのかっていう点では、三法師に継がせるって決まっていて、全然揉めてなかったみたいなんですよ。うーん、さっきの太閤記の話と全然違いますよね。 うん、そうなんですよね。うん、実はね、この時、織田信勝っていうのは、伊勢の北畠家の養子に入っていて、北畠家の当主だったんですよ。三男の方の織田信孝も神戸家っていうのの養子になってて、神戸家の家督を継いでいたので、本能寺の変の,の時点で、織田家の当主だった織田信忠の死んじゃうと、その嫡男だった三法師が織田家の家督を継ぐっていうのは、秀吉にしろ、柴田勝家にしろ、当然だって思っていたらしいんです。 うん、だからね会議も三法師がいた清ス城で行われたってことらしいんですよね。とういうことはさっきみたいに何か揉めることもなかったんだ揉めなくてよかったってこと、うん、いや揉めてますん <laughs> 揉めなかったんじゃないのそう、そういうもんなの <laughs> あのね、まあだからね、織田家の家督を三坊氏が継ぐっていう点では揉めなかったんですけど、あの、さっきも言ったみたいに三坊氏まだ3歳でしょ、うん、だからね、やっぱ貢献役っていうのが必要なわけなんですよ。この貢献役を誰にするのかっていう点で、織田,田信勝と織田信隆が、俺が貢献する、いや俺じゃって言って、言い,い争いになって揉めたらしい。 それでね、柴田勝家、橋場秀吉、庭長秀、池田恒興の4人は、この織田信雄と織田信高を話し合いには参加させずに、この4人が決定したことに従いますっていう起承文を2人に書かせて会議を始めたんですよ。ちなみにね、この4人が決めたことに従うっていう起承文は家康さんも書かされております。<laughs> それでね、ようやっ と四人だけによる清須会議が行われて後見人は織田信勝と織田信高の両方ともがなる二人がなるっていうことにして信長の側近だった堀秀政っていう人がいるんですけどねこの人はねかなりの美形でそれで信長さんの故障に取り立てられたんだって言われる人なんですけどこの堀秀政を三方氏の森役にして柴田勝家橋場秀吉庭永秀池田津のの四人は重心としてね織田家を支えるっていうこの新体制で行こうってことが 決まったわけですつまり新小田家がスタートしたわけただね 信長さんが生きていた時の織田家の重心といえば、柴田勝家と庭長秀が2トップだったんですけど、この清洲会議の後は、信長様の弔い合戦をした、無本人の明智光秀を討ち取ったということで、秀吉の株がね、爆上がりして、秀吉が柴田勝家をもしのぐ勢いになっていくんですね。しかも、本能寺の変の,のあった天正10年の10月15日には、秀吉が今日の大徳寺で、信長さんの葬式を大 具体的に行ったんですただね信長さんの遺体っていうのは見つからずじまいだったのでお漢の中には信長さんの木像を入れましてその漢の後ろには喪主として信長さんの四男でこの時は秀吉の養子になっていた羽柴秀勝っていうのが続きましてでその秀勝の後ろを信長さんの位牌と信長さんの哀悼だった不動国行の太刀を持って秀吉が続いたわけなんですね。うん でも、普通、模種って、三宝士ちゃんとか、あと、信勝さんとか、信高さんとか、そういう人たちが、後見人の人たちがやるもんじゃないの普通もしゅって。そう思いますよね。うんうん、実は、この、京都の大徳寺で行われた、信長さんの葬儀に、うん、次男の織田信勝と三男の織田信高は、模種どころか参加すらしてないんです。え、なんでなんで あのね、この時ね、織田信隆の方は、美濃を相続しててね、で、織田信勝の方は、尾張を相続してたんですけど、この美濃と尾張の国境線ね、どこ国境にするかっていうのが曖昧だったので、それで、揉めてたんです。よ。しかも、三男の信隆の方が、三法師を自分の岐阜城に連れて行ったまま、織田信勝にね、兄上には渡さないとかって言って渡さなかったもんで、この三法師の身柄をめぐっても、揉めに揉めている最中だったので、お葬式に参加するどころじゃなかったんです。 うーんもう最後のお別れなのにちゃんとと葬式は出とこう <laughs> <laughs> もちろんねこの2人の息子が喧嘩して自分の所領から離れられないっていうのを見越して。うん 秀吉さんんが京都ででで葬式を行ったんだっただていう見方もできるわけで実際ね、信長さんのこの葬式を見た京都の人々は、模主は秀吉の養子の橋場秀勝でしょで、実質的な葬儀の主催者っていうのは秀吉だったっていうことで、あー、信長藩の後継者は秀吉藩になりはったんやなーって思っちゃったみたいなんですよ。この辺ね、秀吉さんって宣伝活動が上手いんですよね。さらにね、この時柴田勝家も、秀吉が主催する葬儀なんか出れるかよって感じで、 不参加だったもんで葬儀を見ていた虚スめたちは余計に秀吉が信長さんの後継者になったんだって印象ついちゃったんでしょうね。 ということで、柴田勝家にしたら、秀吉が勝手に信長様の葬式を行ったっていうだけでも腹立つのに、そのせいで京都では、秀吉が信長の後継者みたいな雰囲気になっちゃってて、むちゃくちゃ頭に来たわけなんですよ。この柴田勝家と秀吉の対立に、三方氏を渡す渡さないで揉めていた織田信隆と織田信勝の対立が合体します。つまり、織田信隆は、 柴田勝家と組んで織田信勝は秀吉と組んで対立するようになっちゃっておかげで清洲会議の決定は丸っきりの保護になってしまうんですよねでもってここから織田家を二分する静ヶ岳の戦いというのが始まることになりますただねこの静ヶ岳の戦いについてはお市の方の解説動画でもちょっと触れましたので今回は詳しく話しませんけど秀吉と柴田勝家が戦って柴田勝家が敗れて本拠地の北の章でお市の方と共に亡くなった戦ですね なんかお家の方の最後がすごいかわいそうだったっていうのをなんとなく覚えてるんですが、うん、あれですかねそうですそうです,うです <laughs> なんかね2人だけでね出会しちゃったね。うんうん、静ヶ岳の戦いで味方だった柴田勝恵が負けてしまった後の織田信高の方も秀吉と織田信勝の運に岐阜城を包囲されてしまう でも勝家も死んでしまって味方もいない中秀吉と信勝の大軍に包囲されたもんですから信孝はもうしょうがないってことで降伏しして岐阜城を明け渡しますそれで信勝の所領である尾張に身柄を移されることになったんですがなんと尾張に移った後安養院にて自害させられてしまった。 ちなみに、ね、この「安養院」には信長が切腹した時に切った腹の中から腹綿を取り出して床の間にあった掛け軸に投げつけたっていう伝承が残っていてその血まみれの血のついた掛け軸っていうのが今も残っているそうなんです、まあ、非公開ななんんででねね実際見たことはないんですけど、ね、一度もそれは見たことはない一度も公開されたことはない。はい どうなんでしょうね公開されたとか見たっていう人がいたらね是非コメントでどんなだったのかっていうのを教えていただきたいと思いまです私はねちょっと見たことないんですよね。 ということでね、秀吉と手を組んで、競争相手だった弟の信孝の命を奪った織田信勝だったんですが、その後、秀吉とうまくやっていったかというと、そんなことはなくて、今度は信勝と秀吉が争うことになって、それに家康さんも巻き込まれて、小牧長久手の戦いへと発展していくんですが、それについては別の動画でお話ししようと思います。清ス会議について面白かったと思った方は、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。 TwitterX もやってますのでよろしくお願いします。切り抜きショートもやってますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画でお目にかかりましょう。これを聞いたので、この後三谷さんのキヨス会議を見ます。<laughs> <laughs> あのさ三谷さんの清津会議って秀吉をさ大泉洋さんがやってて<ー>そうなのなのでね鎌倉殿の頼朝さんとは全然違うなんていうか表金でとほほなまあ頼朝さんもとほほっちゃとほほだったけどね <laughs> もっととほほな秀吉を楽しんでいただければと思いますそう、清津会議ではね柴田勝家が役所工事さん庭長秀が小雛さん 私結構小日向さんも好きなんですけどね。小日向さんは、サダナワルの時は秀吉やってね、これがまた良かったんですけどね。このね、庭長いでもね、存在感のなさで存在を表してる感じがすごく良かったですね。もう一人、旧スカイの4人の池田恒興を佐藤浩一さんがやってるんですよ。役所工事さんに大泉洋さんに小日向さんに佐藤浩一さんでしょ。全員大好きな俳優さんなのでね、もうぜひ見ていただきたいと思います。ちょっと片月<ら>飛ぶんですけど、 うん、このごろまだお二人見たらどうかですね v i v って見てますあの日曜日の8時から大河を見て9時になってビバンが始まるんだけどもそれが大河を見てたあ <laughs> を見た後にビバンの連中たち連中というか出演者たちも大河とかに出てきてた人たちだし壮大すぎて なんかいろんな紅茶までになってするけど、美版面白いよねっていう。そう、なんかあの、佐野田丸のね、雪村、あの、あの <laughs> 雪村出てるって思うし、それで、あと、武田信玄出てるとかさ、そ,<う> <laughs> それからあと、会社のさ、商事会社のさ、親友の人はさ、あー、かば殿だしさ、<laughs> 結構であの、今回はパパもね、時政パパも出てきて、もうなんかね、<laughs> パパててどうしましょうって感じですよね。 小日向さんも出てるしね。小日向さんは上司役でね、<う>出てますからね。うん。うね、まあでも、あれは全然別のドラマだから別だ、別のドラマなんだけど、なんか、どんでん返し感とか、なんか、ああそうきたかって言ったら、もう、壮大さが、同じになってくるから。もう。確かに確かに。<laughs> なんか、このあの、このどんでん返しとか、その時系列のね、なんか、入り乱れる感とかが<う>、ちょっと 脚本のテイストが小沢さんのと似てるのよね美版がねそう,そうなのよだから私もあれ見ながら最近の流行りとかっ思って,ってるんだけど <laughs> で馬がちょっとねまあネタバレするからあんまり落第になったりね <laughs> <laughs> 馬が落第になったりね <laughs> そうですねうん、まあまあ全然違う話では全然違う話なんだけど <laughs> なんか続けてみるとちょっと混乱する気持ちはわかります <laughs> <laughs> あ,あー出てあ、信玄あ違うみたいな <laughs> <laughs> でも続けて楽しいものを見れて日曜日曜は結構いいですなんかこういうのもね大河ドラマ面白いですよ大河でこれやった人がこんなのやってるとかっていうね他のドラマ見る時も楽しみでもありますよね。